はい、ゆめです。こんにちは、どうも。はい、またまた今日もディズニーハロウィン、D ハロ来てます。今日の仮装は見てください。これシュガーラッシュのラルフですよ。ラルフ、いやー、シュガーラッシュすげー好きなんでね、ちょっと今日ラルフ来ました。ただ今日はね、ウィッグとかなしで、メイクもなしで、いわゆる着ただけのガチ仮装ですね。パークの推奨するもう普通の本当にですね、ただ着ただけの、はい、こういう今日は仮装です。で、ラルフ一人は寂しいので、ちょっとバネロペ召喚しました。バネロペ来て。おー、バネロペ来たー。めっちゃかわいい。見てください、バネロペ。こんにちは。お名前は？アマネと申します。アマネ、よろしくお願いします。見てこの身長差、ちょっとほら、いやいや、はいはいバネロペ頑張ったね。めっちゃかわいい。こだわったね。どこのこだわった？ウィッグのポニーテールのとこ。そうですね、はい、ここが。そのキャンディーとかも、うんうん、こだわって全部作って、うん、色味とかも頑張って作って、うんうん、すごい。あと足の裏も本当はこだわったろうとしただったんですけど、うん、ちょっとやっぱテープだったんで全部外しちゃいます。あー、そっかそっか。めっちゃ頑張ったウィッグ、かわいい。いや、俺ね、バネロペルト着たかったんだよシュガーラッシュでもね、シュガーラッシュ俺ラルフやるには体型がちょっとね、ほら横幅が足りないので、本当はラルフはね、もっとガバッとね、大男がやるんだけど、まあでもね、仮装だしね、まあリアルにそこじゃなくてもね。見てこのほら、めっちゃいい、嬉しい。俺今日衣装業者の既製品なんだけど、ちょっと寂しいので小道具持ってきました。作ったよ小道具。見てほら、あ、すごい。ほら You are my hero のメダル。お、このバネロペハイテンション見てこれどう、これ作ったよこれ大変だったよこれいや、ちょっとしょぼいんで、あのね、本当はね、あのクッキーでね、バネロペがクッキーで作ってラルフにプレゼントするんだけど、まあ、クッキーでは作れないので、考えて紙粘土で作ろうかなと思ったけど、色塗ったらめんどくさいので、色塗りせずに手っ取り早く作る方法ないかなと思って、100均のこのウレタンボードでハートに作って2個重ねて、でグルーガンで文字書いて、で周りのこの粒々は裁縫のピンです。でピンが長すぎるニッパーで切って、で全部くっつけて、でメダルにしました。これをじゃあダルフに、じゃあ、はい、おお、ちょっとじゃあ、あ、そのまま、はいはいはい。おお、来たー。衣装ってさ、なんか既製品とかで今買えるじゃん。でね、このバネロペンもアマデもそうだけど、なんか1個でいいから、頭ね、つま先からかかってまで全部作るのは大変だけど、なんか1個ぐらいこういうので、ね、手作り品あってもいいかなと思って。クオリティーション上がるっしょ。おー、メダル。よーし、ちょっとじゃあ早速行ってみようか。はいはい、ちょっとですね、なんか場所が混んできたんで移動しました。 D ハロー、俺は今日ね2回目です。バネロペ初めて。バネロペは初です。ハロウィン何年ぶり？あ、4年ぶりです。お、ハロウィン4年ぶりか。前は来た？前は白雪姫で。え、マジで聞いてない？今聞いたマジかー。ちょっと俺もいつか王子やろうかな。じゃあ、なんてな。おー、じゃあ今日はハロウィンパレード見て、あ、なんかハロウィンっぽい写真も撮ったり、せっかくなんで車があるからね、ランドは車のホトロ教室なので車で撮ったりとか、なんかハロウィンのランドの紹介とかも兼ねて、ちょっとのんびり一日回ってみましょうか。はい、じゃあこんな感じで今日よろしくお願いします。よろしくね。はい、はい、ゲート来ました。じゃあ入ろうか。はい、あまりは D ハロ4年ぶりだけど、はい、ディズニーランドそのものは何年ぶり、何ヶ月ぶり、いつ以来？また微妙なあれだな。35周年の終わる直前か。じゃあイースターとか夏祭り行ってないんだな。行ってないんだ。へえ、混んでたら3月って。そうですね、混んでましたね、うん、ミッキーの顔が、うん、ああ、その辺な。ああ、あの辺な。はい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 。で、あの微妙な時期な。あ、そうです。そっか、そら混んでたわ。よーし、じゃあインパクトしようか。はい、はい、はい、入りました。今日暑いね。暑いですね。暑い。そして顔認証をちゃんとしてくれました。この間ジャックスパローダメだったんで今日はさすがに入れました。じゃあスプーキーブー見ようか、パレード。はい、はい、まだ朝9時半なんで、まだ1時間あります。アマネは一番好きなキャラとかいるの？いや、いろんな作品見てますけど。そっか。パークのキャラでは誰が好きなの？パークのキャラ、うん、俺ミニーだけど知ってるよね。俺ミニー、うん、ミニーちゃんも好きですし、うんうん、みんな好きですけど。あ、出た、白星。みんな大好きみんな大好き。お前アイドルマスターも全員好きだからな。もうみんな大好き。ラブライブとアイマス絞りきれないタイプだろう。みんなで箱押し、みんな大好き。作品だとターザンとか。ターザンは画像きついな。そっか。箱押しはね、いいんだよ。パレードどこで見ても楽しめるから。あ、なるほど、確かに。うん、だからいいね。全員みんな大好きはパレードを見るのに
ていいので、はい、じゃあ今ねスプーキーブーパレード抽選やってるんで、当たるとねミッキーポジで、ミッキーポジで見れるので抽選してみようか。はい、じゃあスマホでやってみよう。はい、ね、抽選アプリダメでした。ダメだったね。先週抽選アプリちょっとシステムダウンして、うん、ちょっと今不調なんだよね。うん、でショーパレードが抽選なしだったり、まあ良くも悪くもなんだけどね、不具合が続いてるんだよね。もしかしたら今日もだから抽選やらないかもしれない、これだったら。その場合はもうオール先着です。ワンマン先着だよ。それぐらい前向き。パーティーブラ先着だよ。なるほど、前向き前向き、うん、前向きに行きましょう。並ぶけど、うん、じゃあ一旦抽選所行ってみようか。スプーキー1回目だけやってみようか。行きまーす。よーし、やってみよう。じゃあスプーキー行くぞ。1回目で1回目行くよ。はい、じゃあスキャンして、よし、じゃあ行きまーす。行くぜ、当たれ。外れました。まあこんなもんだ。終了、外れました。よし、じゃあスプーキーはちょっとまあ自動して待とう、はい、あと1時間だしな。じゃあ行きまーす。俺はじゃあね、やっぱミニ推しなので、はい、ミニがよく見えるところで見よっか。パレードは今停止が1日1回なんだよね。うん、3回止まってくれたらいいんだけど、1回しか止まらないのでめっちゃ混んでます。よし、じゃあ行ってみよう。はい、はい、じゃあここにしました。立ち見の最前列です。座り見てもいいんだけどね。あそこに座って待つか、立ち見でここで待つか、はい、立ち見はやっぱ見やすい。そうですね。ねえ、今こんだけ空いてるけど、実は座り客が輸送よりも見積もりよりも少ない場合は前に詰めてって言って案内されるので、うん、今保険でここにいてって言われてるだけで、実際にはね、あの真ん中の線ぐらいまでは埋まると思う。でギューッと前に行けるので、今ちょうど10時で、パレード待ちね。今左をバーッと見ると、あのポップコーンめっちゃ並んでるんだよね。あれラプンツェルのポップコーンバケットなんだよな。それで俺まだ買ってなくて、あれ欲しいよね。めっちゃ並んでる。それでランドは2カ所なんだって。もう1カ所はシンデレラのカルーセル、メリーゴーランド、ダンボの横、並んでも欲しいよな。うん、おーシュー、おー、なんかかわいい。スキューズミー、オッケー、イヤー、ウェイトガンフロン、メキシコ、すごい。はい、今外人さんから写真いいって言って声かけて、メキシコだよ。すごい、すごいな。実はこの間の先週のジャックスパロの時も写真結構言われて、はい、外人さんすごいんだよ。俺絶対聞くの、どこから来たのって。でね、この間ね、ジャックスパロね、台湾、インド、イスラエル、すごい、なんかでね、うん、すごい国際的。それでね、昔仮装で来た時、外人さんってちょくちょく来てんだけど、大抵ね中国か台湾なんだよ、アジア。あー、なるほど。たまにフランス、スペインなんだけど、この間インド、イスラエル、今日メキシコで、いわゆるちょっとあんまり普段聞かないマニアックな、うん、そういうとこの観光客が意外と増えてるなと思った。今はメキシコ的で、えっと思わなかった。いや、びっくりしました。だって地球の裏側だよね。そうですね、メキシコってもう、だからあんな南米だからさ、よく来るな。はい、びっくりしました。なので今日結構意外とね、声かけ多いと思うよ、こういうの。そうなの、うん、まあでもあれ並ぶのきついな。あそこって何の味なんですか。味ね、はい、見てない。でも俺聞いた話によると、はい、バゲットだけくださいって言うと、バゲットだけくれて、はい、で中にポップコーン引換券っていう紙がもらえて、はい、で好きなところで好きな味を詰めてもらえるらしいよ。そうなんですね。うん、そういう裏技があるので、それも試してみようか、時間あったらね。ぜひ。はい、始まります。今踊り分かった。難しい、難しいよな。いやー、本番、まあ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 、周り見ながら、はい、めっちゃ楽しみ。楽しみです。おい、来た来た。これなんだかわかる？スペースのリバーですよね。ほら、パッチ。後半がね、コンセプトマークになってる。ほら。キャラマックスだね。あれはバルーンベンダーの風船とか売ってるからね。あのフロートわかる？あれはジャングルクルーズだ。ほら。ね、で、グーフィーだね。ピンクワゴンです。ほら、フレッシュドリンク。おい、ミッキー来たよー。
ミッキーのシンデレラ城です。ほらで、ミッキーあ操られてる。で、あれはポップコーンワゴン、ファミリーだ、操られてる。やった、バッチリ、イエーイ、読み勝ち、素晴らしい。あのマックインで、マックインのダンサーがいいんだよ。この辺がみんななんかアイドル風で、あれがスプラッシュマウンテン。はい、スプーキー終わりました。はい、スプーキーどうだった？いや、もうめっちゃ興奮しました。興奮した、はい、いいだろう。本当にみんなかっこよかったです。かっこいいね、かわいいしね。かわいいし、ダンサーのが結構ツイッターの中でバズってるの分かるでしょ。分かる。まあね、オタク好きそうな、また今回衣装でな、男も女も。あとあの参加シーンも踊りいいでしょ、あれ。いや、楽しかったです。やっぱ参加だと楽しい。いいよね。あれどう、ミニの着替え。びっくりしました。なんか衝撃的だったっていうか。意外と早いでしょ、一瞬でうわっと変わるんで。それを結構いい位置で見れたので。あ、そう、ミニポジ今日バッチリだったね、ポジション。前回ちょっとね、ポジション取り誤ったんだけど、今回バッチリだったな。よかった。いやスプーキー、こんな感じでめっちゃ好きなんで。よかった、気に入ってもらえて。すごいよかったです。いいでしょう。見たい。オッケー、また時間あったら見ていこうか。はい。はい、ありがとうね、お疲れ様。はい、今、セキュリティのお姉さんがですね、俺のこの、ラルフのメダルに感動してくれて。うん、そうそう、コルギなんか、えらい反応してくれて。すごい。ね、食いつきよかったね。愛がすごいって。よかった、作ってきて。はいはい。まあ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 、それはそれで。なんで、パレードよかったんで。ちょっとね、他の仮装者さんとかちょっと探しながら、あとフォトロケーションとかちょっと待ってしてみましょうか。はい、はい、じゃあ行ってきます。はい、城前来てみました。今日9月の17日、この間城来た時はまだ夏のイベントの時のお城の残骸があったんだけど、今日はもう完全にお城の前撤去されてますね。綺麗な元の姿に戻りました。と同時に座り込みの JK だらけですね。この座り込み JK のこのパンチラスポットとしては有名です。はいはい、あの隣のバネロベドン引きです。はい、はい、あのなので仮装者は全くいませんね。はい、まあ平穏というか日常の景色になります。じゃあちょっと次行ってみようか。はい、はい、ハロウィンのアソーテッドスイーツっていうのがあって、なんかね、おでんみたいなね、はい、なんかおでん盛りみたいな、セブンのおでん盛り合わせみたいなね、面白い盛り付けのスイーツがあるので、それは今年初めてなんだよね。行ってみよう。はい、今年のフォトロケーションこんな感じ。なんかゴーストがチェスやってるね。面白いね。これ見て、この絵とはめっちゃ綺麗。青空と、ほら。あ、本当だ。今日めっちゃいい天気なんだけどね。天気良すぎるぐらい。これ絵になるね。こんにちは。いなりチキンドッグもうまそうなんだけどな。でもアソーテッドスイーツ、これにしてみます。はい、こちらハロウィンのアソーテッドスイーツ買ってみました。いつも食レポで動画1本独立するんだけど、これもデザートなんで、今日は本編このまま紹介します。はい、じゃあいただきます。なんかこれおでんみたいだよね。おでんだ。じゃあこのバームクーヘン、これチーズかな。いただきます。え、なんかこれオレンジのなんかチョコが乗ってるって感じ。もう一回いってみます。いくよ。オレンジだと思う。はい、今のバームクーヘンはね、パンプキンバームクーヘンにオレンジのチョコクリームかな。うん、なのでちょっとオレンジっぽいって、チョコに俺釣られたんだけど、で正しくはパンプキン味でした。失礼しました。じゃあ次はココナッツ風味のチョコチーズケーキかな。いただきます。あ、めっちゃ美味しい。この白いのがねココナッツなんだけど、美味しい。チーズケーキのね酸っぱい感じがして、こういうのデザートにしてほしいな。いつもいつもムースばっかなんで。はい、じゃあこの饅頭いきます。この柄見てください。これ今年の柄ですよね。このゴーストのミッキー、こちらの柄入ってます。じゃあいただきます。おお、中からねこの紫芋のクリームが出てきました。めっちゃ美味しい。はい、3つ食べました。バームクーヘン美味しかった。まあチーズケーキと餅も全然いいんだけども、バームクーヘンかなね。これ小腹空いた時にねサクッと買えるし、全然並んでなかったし、なんか盛り付けもおでんみたいで良かったです。
欠点はね、そうだな、座らないと食べにくいっていうのと両手を使うので、なんかね、片手で食べれるこういうなんかワンハンドだと思ってよかったんだけども、まあ可愛かったんで OK です。今ガゼーボいるんだけど、ガゼーボガラガラでいいね。うん、この時間空いてます。よーし、じゃあ結構休んだんで次行ってみようか。はいはい、スプラッシュマウンテン来ました。ちょっとね、ドルミはめちゃめちゃ混んでて暑いので、今日ドルミパスでスプラッシュマウンテンの奥行って、奥地でちょっと休もうかなと思います。はい、クリッターカントリーでちょっと奥の、ね、休みました。トルティアドッグうまかったね。美味しかったです。うまかったうまかった。よっしゃ、じゃあトゥンタウン行ってみようか。はい、はい、じゃあトゥン行きます。あっちラプンツェルの、ポップコーンバケット買おうかなと思って見送りでスルーだったんですけど、今見てください、これ 1,2,3,4,5,6 10人ぐらいしか並んでないんですよね。買える買える、チャンスチャンス、せっかくなんで買ってきます。はい、やっと次買えます。なんと1人3個買えるんだね。なるほど。ポップコーンのバケットだけって買えるんですか？おお、まさにそれ。お願いします。はい、へえ、 C でも使えるんだ。へえ、はい、ありがとうございます。行ってきます。やったぜ。はい、トゥーンタウン行きました。そしてリスナーのキーさん、お久しぶりです。久しぶりです。1年ぶり。キーちゃん今いくつになったっけ？18です。お、高3。はい、くなったね。親戚のおじさん状態。もう俺が会った時あんなちっちゃかったのに。そんなわけないな。結構でかかった。そっか、写真うまいんで、はい、あの今日タイミングバッチリ会えたんで、はい、はい、また写真お願いしようと思います。お願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、トゥームタウン撮りました。めっちゃ上手だった。さすがだったね。よし、じゃあ次行きましょう。はい、ありがとうね。はい、ウルチ来ました。ちょっと本気の仮装ちょっとすごいね、めっちゃ出来がいい。前髪頑張ったね。そう、掲げ立ててすごいな。表をこう被せる感じ。よっしゃ、ちょっとね、アリエル好きなんで写真頑張るわ。あ、お願いします。めっちゃいい。よーし、撮るぞ。はい、撮りました。はい、ありがとうございます。あのね、あのパートビューワールの歌ってる最後のシーンね、うんうんうん、あれをイメージしてちょっと撮ってみました。そう、この噴水いいね。いや、梅さんの指示がね、せっかくだから。いやいやいや、素材がいいからね。いい感じで撮れた。いや、うんうん、このね、噴水いいね、うん、めっちゃ使える。なんか色も入ってるし、かわいい。そうだね。いや、アリエルすごいわ。初めてちょっと今日アリエルやったんですけど、ね、ちょっと10月の後半仮装もね、ちょっとまた一緒にね、ちょっとね、とある作品、あれをね、はい、交互期待ってことで。はい、ありがとうね。じゃあちょっとバネル君、あ、あんた来て。おお、来た来た、すげえ、豪華豪華。あとウルチのお友達来て来て。やばい、何この俺、このギャルゲー状態。ギャルゲー状態すごいこれ。じゃあみんなで撮ろうか、写真な。はい、大変楽しんでます。はい、カメラマンもチー来ました。いや、これはすごいな。ちょっと俺が申し訳ない、なんかすみません、いろいろとお世話になってます皆さん。じゃあ写真みんなで撮りましょう。はい、2回目のスプーキーが終わったので、いつもの交流と思って後ろ前に来たんですけど、見てください、本当に仮装者がいない。みんな座り込みのインスタ JK ばっかりです。ちょっと駆逐されてる、我々押されてるね。もっと交流したかったんだけどな。はい、トモロー来たら謎の列見て、なんかすごいんだよね。これ何？何の列？すいません、これ何の列ですか？カプセルトイで今日からワンマン。あれか。お疲れ様です。なるほど、はい、はい、今日から始まったワンマンのガチャ、トレジャーコメット、めっちゃみんな並んでます。今時間は17時です。でワンマンのラスト18時10分とパーティグラの18時15分、5分違いなんだけど、これはどっちも抽選できるので、どっちが当たった方を見ようと思います。どっちを先に抽選するかなんだけど、ここはワンマンでしょう。ワンマン12月で終わっちゃうもんね。パーティグラはまだまだ終わらないので、じゃあ少しの1回でも多く見るためにワンマン抽選いきましょう。行ってきます。じゃあ
ワンマンから行くか。じゃワンマン行きます。はい、5回目行きます。行くぞ。じゃあスタートね、はい、行きます。お願いします。来たマジか。嬉しい。おー、まあまあいいとこだよ。めっちゃ今やから2番目だよ。え、はい、すごい。パーティクルやってみる。どう、両方当たったらまずいよね。でも当たっちゃったら完全やばいじゃん。同時に見れないので空席になっちゃうから やめようか。あ、そうですね。うっかり当たったらな。はい、ワンマンパーティクルはどっちか当てようと思ったらワンマン当たりました。ありました。やったー、よく当たったな。パーティクラー引こうと思ったんだけど、パーティクラー引いてもしうっかり当たってしまったら大変なので、はい、ほぼ同じ時間だからね、パーティクラー穴開けてしまうので、はい、まあ、ここは他の人に譲るってことで、はい、よく当たった。しかもいいところで、いいの2列目だからね。ミニブロックの前から2列目だよ。いやー嬉しい。めっちゃいいとこだ。当たりました、やりました、イエーイ。はい、バス来ました。はい、はい、実はね、アプリでファストパスって結構うっかりクリックで取れちゃうので、パーッと見たらバズ開いてたんで、あ、バズ行けんじゃんと思って、じゃあ行くか。やっぱね、気軽に取れるのいいよね。久しぶりにバズ来ました。俺ね、多分5年ぶり6年ぶりぐらい。あ、そんな、うん、楽しみです。よし、じゃあ行ってみましょうか。じゃあバズ行ってきまーす。はい、はーい。とパスアプリで取ったんだけど、今度はね、バスでやってみます。はい、オッケー。はい、できました。いやー楽しかったね。疲れたけど、俺レベル3だった。レベル2でした。なんか俺1万3000点ぐらいいった俺。でもね、確かさ、なんか1万点のすげーなんかレアな的あるやんか、初めて当たった。いやー、あれ当たるんだと思って。なんかあるじゃん、チラッチラッチラッとしか見えない、めっちゃ難しいやつ。あれ当てたんだよ。1万点にドーンと入って、たまたま。いやー、やっぱ我々ゲームキャラなんでな。似合ってたよ、銃持ってるとこ。うん、さすがゲームキャラ。よかったよかった。よし、じゃあ次行きましょう。はい、はい、ちょっとだいぶ遊んだので、疲れてきたんで休憩がてら、またまたプラズマレイズダイナーに来ました。プラズマレイズダイナー安定ですね。特に空いてて美味しいってところがいいね。はい、もう必ずほぼ座れるのでめちゃめちゃいいです。そして安定の、はい、チキンパオです。パネロペは俺のおすすめの冷やしうどんですね。これ本当美味しい。だからね、もう俺腹減ってるから両方行くから俺。両方って言って今日は単品ね。これ本当美味しいのおすすめです。初めて食べる。初めてです。これおすすめです、美味しいよ。じゃあ俺はチキンパオね。じゃあちょっと休憩します。バネロペうどんどう。めちゃくちゃ美味しいです。美味しいでしょこれ。すごいさっぱりしてて、うん、でも味もちゃんとしてて。そうなのよ。これね、冷やしうどん系って夏の時期は3店舗あったんだけど、今2店舗で、ここと、はい、チャイナボイジャーで両面あるんだけど、あ、なるほど、うん、あっちはラーメン専門店ですごい並ぶんだけど、ここは専門店じゃなくて、こんなところでうどんって感じだけど、うん、めっちゃ美味しいんだよ。ほんと美味しい。花丸のぶっかけみたいな感じだよ。おすすめです。暑い時にいいよね。おすすめです。はい、そして俺は大好きなチキンパオです。いただきます。おいしい。先週ジャックスパロの時も俺夜のご飯とか来たんだけど、その時俺うどんだったの。パオかうどんか悩んだんだけど、うん、その時はうどんにしたんで、はい、今日はこっちだこっちで、うん、めっちゃおいしい。そう、あそこはね、ローストポークより焼き豚だな。あ、そうですね。そう。で、トゥーンタウンにもある。トゥーンはね、ローストチキン。で、これは竜田唐揚げなんで、パオ3店舗あって、これが一番俺は美味しいと思ってる。一番おすすめ。はい、ワンマン来ました。はい。18時10分、今日ラスト回です。ワンマンってさ、1回目抽選なしだからね、よく並んだりすると思うんだけど、はい、夜会って見たことないでしょ。ないかもしれない。めちゃめちゃ綺麗だよ。もう、シャイニングのシーンとかもキラッキラだから、まさに輝いて、本当に輝くスターなので、もうね、夜のとこキラキラで本当に綺麗なの。超おすすめなんで、はい、楽しみです。めっちゃ楽しみ。夜から本当に見たかった。超楽しみ。行きましょうか。はい、行きます。ここが E ブロックの2列目、11時に、まあちょっと斜めですけども十分見やすい。2列目いいね。めっちゃいいわ。楽しみです。
はい、夜のバンマン見ました。いやーめっちゃ感動した。本当にすごい良かった。夜いいね。いや俺もう夜ね何回も見てるんだけど、何回見ても泣けてくるね。本当にちょっと涙出ました。涙出るね。夜やっぱすごいでしょ。すごかったです。光がもう、本当に輝くので、最後のエンディングのシャイニングスターからエンディングのところがね、本当キラ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 で、もう何回見ても感動的だった。これもう12月で終わっちゃうので、あともう3ヶ月切ったんだけど、ね、夜会もしかしたらもう我々当たらないかもしれないんだよ。あそっか今日がもしかしたらラストの公演かもしれないんだよ。これこの先二度と当たらないかもしれないんだから。俺ら年配数がまだいいけど、アマネワンデーだったら、ね、もう今日のこの公演がラスト鑑賞かもしれないんだよって考えると雑な鑑賞できないでしょ。そうですね。だからもう特に夜なんてもう人気だから当たらないと思うので、俺だってもう夜の鑑賞もうこれが最後かもしれないと思ったらやっぱ俺泣いちゃうもん。でしょ。よかった。本当によかった。あと個人的なことなんだけど、初見の人が多いとねちょっと俺嬉しいの。あ、 なるほど。なんかね全員が全員あのシーンで、そうあのね白黒のミッキーが動き出すところとね、あのミニーがキスした時に花がカラーに変わるところの、はい、そうですね、あそこでザワザワとかね、おーってあのどよめきでね、はい、あ今日これ初めての人らが多いんだなって、ね、何となく分かるのね。分かる気がします。あそこはねなんか常連さんばっかりよりも一人でも多くの人に見てほしいので、でも俺は抽選当たりたいというそういうねちょっとあの矛盾したこと言ってるんだけど、あと何回見るか分からないしね。そうですね、はい、抽選当たった人は一回一回大事に、はい、見てほしいと思います、はい、いやー本当によかった。夜会本当によかった。当たってありがとうございます。本当当たってよかったね。よっしゃー、はい、じゃあワンマン感想でした、はい、で行きましょう。はい、はい、今ですね、はい、ボイラームバイスに来てます、はい、なんで来たかというと、そう今年のハロウィンの目玉ポップコーン味のソーダ、これにチャレンジしたいと思います。はい、ボイラームバイス来ました。こちらポップコーンソーダボーナツ、まあ行ってみようか。いただきます。はい、ジャングルクルーズ来ました。はい、なんと5分待ちだって。いいね、たまには乗ってみようか。真っ暗なんだけどちょっとまあ何もわかんねえや。まあ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 5分待ちまで行ってみます。行ってきます。はい、久しぶりに来ました。めっちゃ楽しみです。楽しみ。はい、ジャングルクルーズ乗ってきたね。はい、いやー途中スキッパーの MC とか解説とか設定がよーく聞いたら違ってるんだよね、昔とね。そうですね。まあ違いに気づくか気づかないかね、人それぞれ。そしてスモール前通ったらなんと5分待ち。たまには乗ってみようか。これ新しくなってまだ2回目です。35周年1回しか乗ってないんで。あ、乗った。ほんと綺麗だねこれ、ほら。本当だ、めっちゃ綺麗。よし、じゃあスモール行くか、はい、行ってみます。この景色いいよね。すんごい綺麗だし可愛いし綺麗になったね。じゃあ乗ります。久しぶり。はい、スモールバージョン乗ってきました。はい、いやー1年ぶりだったんだけど、俺ね改めて思ったけどこれいいね。あのね、ぶっちゃけると人形の動きが30年前で子供騙しなんだよ。動きとしてはもうガタガタだし、シンドバッドに比べたら全然やっぱモーション甘いのね。あっち滑らかでくねくねだから、あ、こっちも子供騙しの人形でガタガタなんだけど、今の俺気分的にね地球がテーマっていうのがね今俺の中ではちょっと熱が強いんだよ、はい、俺再来週にアメリカ行くんだけど、あ、俺が好きなそのイルミネーション、ずっとリフレクションオブアースっていう、はい、ショーが大好きで、はい、そのイルミネーションズが終了するのが悲しくて見納めていくのね、はい、イルミネーションズリフレクションオブアースっていうテーマで、はい、地球が舞台なんだよ、世界は一つみたいな、そういうテーマのショーなので、ちょっとやっぱスモールと被って、あ、そのイルミネーションズ久しぶりに行く前に復習で YouTube で見てたんだけど、地球に生まれたみんな人類だよねみたいな、そういうテーマのショーなので、はい、それちょうど見て後なんで、スモールも可愛い人形なんだけど、やっぱそういうのテーマだからやっぱいいなと思ってね、ちょっとあのイルミネーションズ見る前にちょっとなんかねいいアトラクションだなってちょっと改めて思いました。そういう話です。なんで いつかみんなもねイルミネーションズ見てほしい。よし、次行こう。はい、行きます。はい、ロジャーラビット来ました、はい、ロジャー10年ぶりぐらいです。5分待ちなんでこの後は乗ってやろう。乗ろうか。で、まあ、バネロペなんでな、やっぱりドライバー運転しないとな。
じゃあ運転逃したよ。よろしくお願いします。行ってきます。バネロペ安全運転頼むな。おー、いいねいいね。運転運転、はい、はい、ローシャー乗ってきました。バネロペ安全運転だったかな、どうだな。ねえ、ちょっと頑張ったね。久々に乗ったけど本当アメリカンだね。すごいわ。参加型ライドって感じだったね。いや、よかったよかった。じゃあ次行きましょう。はい、今度はスターツアーズ来ました。5分待ちです。もう今日平日でもう夜涼しくてかつガラガラだもんだから、もう5分待ちたら片っ端から乗りまくれって感じで、もうどん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 乗ってます。じゃあツアーズ行ってみようか。はい、5分待ちだよ、これ余裕でしょ。もう行ってきます。はい、スターツアーズ乗ってきました。はあ、目が死んでる。あのね、今夜の9時20分か、5分待ちって言われてフラフラって言ったけどさ、これ今日俺たち朝9時からいるから12時間パークにいてさ、昼間30度超えの中でさ、結構バテバテじゃん今日。最後の最後にスターツアーズ、これバテるね。三半期間に来るので、あの、うん、やっぱ夜バテバテの状態でスターツアーズは危険だね。かなり持ってかれました。そうなのよ、施設の覚醒だっけな、はい、新しい新シリーズのバージョンが追加されてるので、あれ A パート B パート前半後半どっちも初めてだった。初めてでした。ほんとよかったね。後半もスノーウォーカーにね、あ、まあ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 、後半のシーンとかもかっこよかったし。ちょっとバテバテ気味だったけど、なかなかいいシーン見れました、はい、よっしゃ、時間ギリギリまでまだまだ、次行きましょうか、はい、行ってみます。お疲れ様でした。はいはい、カリブ来ました。9時半なんだけど5分待ちって言ってるんで、最後じゃあ締めに乗っていこうか。はい、あの、のんびり行きましょう。じゃあ行ってきます。はい、カリブ乗ってきました。まあ定番だね、安定のアトラクションって感じでした。帰ってきたなーみたいな感じ。俺が30年前に初めてディズニーランドに来た時に初めて乗ったアトラクションこれでした。お、うん、30年間変わってない。確かにストーリーもう、そうそう、うん、まあジャック・スパロー追加になってるけど、まあ、概ね大筋は変わってないからね。じゃあちょっともう時間も閉園なので、ワールドバザール行ってちょっとお土産見ていこうか、はい、じゃあ園舗行ってきま す, いきます。はい、夜10時です、閉園です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、まさか俺ね、正直言っていい、閉園までいると思わなかった。しかもさ、我々朝9時に来てんじゃん、はい、オープンクローズってやつな。はい。いや、でもね、いいんだよ。やっぱ、ワンデーさんはね、めったに来れないからね。やっぱり、それはもう元取らないとな。今日どうでした？あ、楽しかった。すっごい充実してました。本当に、だって、仮装4年ぶり。はい。すごかったね。めっちゃ声かけられたね、いろんな意味で。まあでもね、動画見てますもいいんだけど、やっぱりこの、シュガーラッシュだっていうね。はい。うん、バネロベダラルフだっていう。このシュガーラッシュのこの仮装で声かけてもらった方がやっぱ嬉しいし、やっぱその反応もなんか良かったなと思った。そうです、ね、さすがのバネロペ。いやー、でもこのラルフの、うん、このメダル、バネロペがプレゼントしたメダル、 You are my hero、 すごい評判良かったですよ。これやっぱ分かる人は分かるもんね。本当にめっちゃ刺さってたね。メダルも持ってるって言って、もうキャストさんなんかも感動的になんか来てくれたし、かと思ったらつむつむでしかバネロペ知らない幼女もいて、あの、俺ラルフなんだけど知らないって言われて。それはそれで、でもやっぱり知ってる人はやっぱりこれ反応してくれたし、やっぱね、朝も言ったけど、こういう小ネタ1個でもいいから手作りのもの仕込んどくとやっぱ評判もいいので、これから仮装する人は参考にしてください。バネロペありがとうね、今日めっちゃ出来良かった、可愛くて評判良かった、みんなすごい幼女も食いついてきたしね。よかったよかった、ありがとうね。またお願いします。ワンデーさんだからなかなか気軽には来れないと思うけど ね、いつか復帰したい。そう、年パス昔持ってたんだよね。そう、うん、年パス昔持ってたらしいんで、いつでもお待ちしてます。あ、はい、あの、また検討してください。ありがとう、本当に今日この慎重さでよかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあまた機会があったらよろしくお願いします、はい、ありがとうね、バイバイ。